黒川さん、速稼塾の久保です。検事総長たる黒川さんね、私もいつかお会いしてね、麻雀が趣味なんだったら言ってくださいよ。私も呼んでくださいよ。麻雀したかったな。いやでもね、ちょっとタイミング悪かったですね。だってパチンコ屋がね、知事によって吊るし上げを食らってた時ですよ。麻雀はパチンコ以上の濃厚接触ですからね。いやいや、麻雀の方が超濃厚接触じゃないですか。その中でパチンコ屋が吊るし上げを食らってるところをね、見ながら、脇で見ながら、麻雀はね、もっと吊るし上げられちゃいますよ。まあでも私ね、黒川さんを擁護するわけじゃないんですよ。ずっとね、黒川さんがちょっとこの人事どうなのかなと思ってたんで、どっちかっていうと黒川さんは悪い印象があったんですよ、私は。でもね、今回の賭け麻雀報道に関しまして、私はね、黒川さんのことね、結構好きになりましたね。やっぱり黒川さんも人のこと言いますかね、まあこういったこと言ったらね、生意気ですけども、やっぱ麻雀面白いですよね。気持ち分かります。どんな時でもね、麻雀したくなっちゃうんですよ。で、麻雀ってもう申し訳ないんだけども、ちょっとでもお金かけないとなかなか楽しめないんですよ。もちろんね、黒川さんの場合はもう定年するかどうかっていう年なんで、もう健康麻雀っていうね、今流行りのタバコを吸わないとかね、お金をかけないとか、お酒を飲まないみたいな麻雀がもしかしたら合ってたのかもしれません。私もね、健康麻雀とかね、そういう風な麻雀教室を目指してフリー麻雀店を10年近くやってましたんで、本当にね、健康麻雀に向かいたいというその気持ちもあるんですよ。でもやっぱりね、お金をかけてやる麻雀のそのダンディズムといいますかね、面白さというか、このね、自分がギャンブルをやってるんだぞ、かっこいいぞみたいな、そういうふうな浸る精神っていうのは、天狗でも天秤でもね、かけてないとなかなかですよ。で、日本全国津々浦々賭け麻雀だらけですよ。でも賭け麻雀で首くくったっていうのは、まああるかもしれませんけど、たった一部じゃないですかね。麻雀を多少かけることによってね、パチンコもそうですし、楽しい人生を送れて、それによって仕事頑張るぞみたいなね、そういう面もあると思うんですよ。ね、ですからここね、ちょっと黒川さんと私がね、2人で談合してなんかことを起こせませんかね。それから元検事総長 YouTuber みたいな感じで YouTube 始めてみませんか。私のね、チャンネルで紹介してよろしかったら、黒川さん、私のチャンネルで一緒にやりましょう。私もね、もう本当に、なんと言いますかね、賭け麻雀ね、もう合法化しましょうよ。これも閣議決定で、天秤までならよしということでね、1000点100円ぐらいだったらいいんじゃないですか、これ。どうですかね。もうこの麻雀のグレーゾーンっていうのは、これからもね、なくならないと思うんですよ。で、パチンコと麻雀とともに、ちょっと特例措置とかなんかつけて、いくらいくらまでだったらかけてもいいよみたいなね、そんな形にできませんかね、黒川さんね。それ安倍さんに今度言っといてくださいよ。それから森法務大臣ね、森法務大臣もめちゃくちゃな答弁してますけども、いや、まあ麻雀は多少かけてもいいよみたいなことをね、口頭決裁で言ってくれませんかね。ちょっと黒川さんからお願いしてくださいよ、ね。よろしくお願いします。まあこの YouTube を見る可能性はゼロだと思いますけどもなんかね、こんなふざけたことを言うやつもいたということで、皆さんのお記憶に留めていただければと思います。まあ記憶にも留まらないかな。それではね、黒川さん、これからどうなるのか私もね、見させていただきますけども、今までみたいに黒川さんをちょっとね、悪いもの扱いする精神はぐっとなくなりました。むしろね、なんか同じ麻雀ファンだということで親近感さを覚えます。ぜひ今度お手合わせよろしくお願いします。その時は天狗ぐらいでいいですかね。私も今ちょっとこれきついんで、天狗ぐらいでお願いします。お互い傷のないような感じでね、よろしくお願いします。それでは失礼します。